はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですがネクロスデッキをやっていきたいなというふうに思ってるんですが、ついにですねデュエルリンクスにもですね最強のモンスターがですね実装されまして、まあ、こんなもんいつ実装してもいいだろうって毎回言ってたんですけども、やっと実装されました。マンジュゴッドさん、マンの手を持つ男。まあやっぱりね、儀式デッキといえばマンジュゴッドなんですよ。で、まあ、最新弾のこの、ボックスに入ってますんで、ぜひね儀式が好きな方は最新弾をまあ参集していただく形になるかなと思うんですけども、まあこのモンスター、儀式魔法か儀式モンスター持ってこれますんで、まあ、何に入れても強いんですよ。別に儀式デッキだったら何に入れても強い、まあ、機械天使とかベンデットとかなんかいろいろ儀式デッキはあると思うんですけど、はい、ネクロスね、これ来たんだよね、トリシュラのネクロスっていう、こいつが新パックで登場してまして、マジでやばいんですよ、こいつめちゃくちゃ強くて、もともとブリューナクと、バルキュルスと、まあグングニールと、あとディサイシブぐらいか、あとカタスもいいか、あの辺しか来てなかったんだけど、この、トリシュラのネクロスっていう、あのネクロスデッキではもう未だに現役の、まあアタッカーというか、まあ、最強の除去能力を持っているモンスターが来てくれたんですよね。でこれどういうことを持ってるかっていうと、自分のフィールド、あ、手札から捨てる効果と、あの儀式召喚した時の効果って、手札から捨てる時は、ネクロスモンスター対象とする魔法トラップモンスターの効果が発動したらその発動を無効にできるよと。だからあの、まあ、今でいうとこのデモンズチェーンとか、あの月の書とか、狡猾とか、あとハーピーのバウンスする効果とかトレミスとか、もう全部無効にできますと。でさらにこのカードが儀式召喚に成功したとき、相手の手札、フィールド、墓地のカードをそれぞれ1枚選んで、その3枚を除外する。強すぎ。強すぎ。書いてること強すぎ。もうだから、墓地とフィールドと手札、どっからでも1枚ずつ全部除外すると。もう1枚出せば3枚除外できるんですよ。弱いわけがない。めちゃくちゃ強い、このモンスターは。で、まあ、これを出していく感じになります、ね、基本的に。まあ、先行はやることないんで、もともと OCG の方のネクロスはやることいっぱいあるんだけど、リンクスの方のネクロスはカードプール狭すぎ問題が発生しまして、やること先行マジでないんで、ブリューナクでこのおじさんをね、バルキュルスを持ってきておいて、まあ、耐えるぐらいしかやることないんだけど、高校で、まあ、こいつ、高校っていうか、まあ、3ターン目以降、2ターン目、3ターン目以降、こいつを出していくと。で、こいつの弱点先に言っとくと、トリシューラのシンクロの方 のトリシューラと違って、これねそれぞれ1枚選びなんですよ。1枚までじゃなくてそれぞれ1枚選びって書いてあるから、これね相手の手札、フィールド、墓地のカードが全部1枚絶対ないと発動できないんですよ、効果が。まあ、そこだけ弱いですね。そこだけ弱い。必ず1枚ずつないといけない。だからフィールド上になんかカードがないとか、墓地にカードがないとか、手札がないとかいう時にこいつ出しても効果が発動できないんで、それだけ注意してください。はい、それだけです。弱点はそれだけ、本当に。あとはもう最強、マンジュとトリシューラとブリューナクでぶん回していけば、まあ強いんで、まあ、環境あると思う、正直。まあそのデッキの、まあ、スキルとか、まあ、その組み方はいろいろあると思うけど、ネクロスのギミック自体はマジで環境あると思うわ。うん、早速ねトリシューラのネクロスっていうモンスターのパワーをお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。僕先行なんて、でもあれ先行、先行クーラーか。ブリューナクのネクロスで、あの暴力だおじさん持ってくるしかないよね。これやることなさすぎじゃない？なんか、なんだっけ、クラウストラスト、ユニコールいないんで、先行やることないんですよね、マジで。並べんじゃないですか。マジでやることないんですよね。は、相手ターンエンドしかしてこない。もうマンジュビート始まる、これ。これマンジュビート始まる、なんなら。マンジュビート。あのトリシュラのネクロスって相手のカードがないと意味ないんですよ。モンスターを攻撃しよう。モンスター効果発動。まあ多分さすがになんかインガ切断とかサンダーブレイクとか、あのそっち系のカードが、まあ天罰とかあるかもしれないんで。はいはい、サンダーブレイクね。はい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 。で太古の白石の効果を発動していくと。はいはい、それやっちゃいました。それやっちゃった、それやっちゃったんだ。なるほど、それやっちゃったんだったら、あ、マンキ、それやっちゃったんだったらこっちだね。はい、それやっちゃうとね、やばいこと起きるっていうことだけ言っとくね。ま、ネクロスの反魂術の効果発動。ネクロスの反魂術の効果によってもちろん出すのはトリシュラのネクロス。
テガに存在するネクロスの術師シュリットを墓地に送り、このモンスター一体で儀式召喚。現れよ、トリシューラのネクロス。トリシューラのネクロスの儀式召喚成功時効果チェーン1、そしてチェーン2、シュリットの効果、これによって天罰は食らわない。天罰なに、貴様なかなかやるな。ではデッキから手札に加えるのは一旦ブリューナクのネクロスかなんか加えとくか。ただお前のフィールド上に存在するそこらし落とし穴、そして墓地で存在する太古の主題詞、そして手札を1枚除外するぜ。なんて強えんだ、なんて強えんだ、なんて強えんだ、おいやばすぎんなこれ。3日まだそこらしうぜえな、対象取れよ。さあ太古の白石がどっかに行ってしまいましたね。セイガンさん大丈夫ですか。ブルーアイズもどっか来ましたね。融合すらできませんね。どうしました。おっと、なに。貴様なかなか白木霊竜、なに、やるじゃないか、なかなかやりよる。白木霊竜の攻撃、まあ、それは殴らせよ。はん、いいだろう。ちなみに高魔鏡のネクロスの効果によってシュリットはもう一回使い回すことができる。ドロー、トリシューラ。今トリシューラ出す必要ないんだけど、まあ、一旦とりあえずですねこれの効果を発動しまして、ブリューナク除外しまして、儀式魔法を持ってくるヤーツをします。このすぐ持ってきて、ほんでねえ、ブリューナクの効果使って、でもう一回シュリット持ってくるんだな。あ、これグングニール出した方が強い説あるね。コウマキを使うしかないのか。じゃあコウマキを使って、これ多分ねえこうするんじゃ、時間やばい、確かにやばい。一生時間やばいのおもろ。ねえ、効果発動して、まあもういいか、もうこれいいか。でまあショルじゃん、でバトルフェイス入るじゃん、で相手が何してきても次のカード絶対破壊できるんで勝ちですね。ほぼ勝ちました。時間はないです。ちなみに。でこれ効果使って、でこうしてこれ破壊して勝ちですね。はい、ありがとうございます。ドロー、時間はないけどな、ちなみに、ちなみに常に時間はねえ。ガチでこのゲーム時間なさすぎだろ、どうなってんだよ。マスターデュエルに慣れてるとこれ弊害だな。バトル、うるっ、よし完璧や。やはりグングニールは最強。これ多分グングニールは1枚いりますね。グングニールいらねえかなと思ってたんだけど、やっぱグングニール1枚は刺した方がいいですね。こういう時のためにめちゃくちゃ強いんで。あ、リンクス確かに特有のアドリブ力がつくな。確かに。さあ行くわよ、デュエル。覚悟はいい？うん。私のターン。なるほど。一旦ブリューナクのネクロスで、あのおじさん持ってこざるを得ないですね。またおじさんを持ってくるスタイルですね。これ、はい。おじさん持ってくるスタイル。で、先にリチュアーチェイン出しますか。サーチ入れながらデッキトップを操作するスタイル。OK？ いや。はい。で、トップは、コウマ鏡にして、はい。どうしたの？で、ターンしろ。ただ、次のターン、あれだな、シュリットにアクセスできないから、シュリットを持ってくるためのブリューナクがいるってことか。なるほど。似てるようで似てない。ま、リエさん、マンジョに似てる。どういうこと？俺こんなイケメンか？ハーピーね。あ、オッケー。これあれかな、なんだっけ、ハーピーの石型のやつかな。はい。はいはいはい。で、ハーピーで3倍ボンテージね。で、2体でシンクロ召喚ね。オッケー。まあ、言うてそんなに困んないかな。モンスター効果の対象なんでし。モンスターをシンクロ召喚。はい、儀式モンスターはね。まあ、だから、まあ、グングニール次出しに行きたいんだけど。はい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 、強いね。はい、ねえ、まあこれは戻されると、はいはい、まあ別にリチャーチェーン戻されるのはそんなに痛くない。で、
万華鏡を回収と。はい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 、まあ、バトルフェイド使用できるって大丈夫ですね。ハーピーはこのモンスターに対して回答ないんで、基本的にちょっと本当だったら、ここでトリシューラ出したかったんですけど、トリシューラ出ないんですよね。2600受けましょう。なんなら別にこの2600ダメージがいいです。はい、待って、こんだよね。でドローをマンジコット出すしかないですね。マンジコット出していく。でマンジ効果で、ジュマンジ効果でヘッセックパーティー。オッケー、ヘッセックパーティー、ヘッセック、ワオ。コスト強。コスト強。コスト最強じゃねえかあいつ。はい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 、オッケー。でデッキからテクダに加えるのは、いや持ってくる。はい、でブリューナック効果使って、でシュリット持ってくる。ほんでとりあえず光魔鏡は置いといて、ネクロスの万華鏡を打つ。あ、でもこれあれか、シュリットリリースしてるから持ってこれんのか。最強か、待てよ、これ最強の動きできるかもしれないぞ。待て、グングニルだったろ。で、まあ、シュリットの効果を発動していくと。これ、戦士とか持ってこれだよな。え、最強じゃん、この。強強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 強。ありえんくらい強い。ありえん強い。待って。ありえん強い。これってさ、これ破壊されたらどっか行くよね。確か。ありえん強いぞ。待って。こうだろ。これ破壊せんねんな。はい。こうだろ。こんなことしていいんですか。嘘でしょ。強っ。強っ。アホみたいな強い。おい、ちょ、みんな見てる。ちょ、待って、やばいこと起きたよこれ。ちょっと、なんか知んないけど、ヒステリックサイン除外したらもうなんか墓地に行った効果が消えんじゃないこれ。くさ、バトルで。ワロタ強すぎて、ワロタ。いや、ある程度犯罪ムーブしてますけど大丈夫です。これ、あれ、やばいな。ネクロス、さては強いな。眠い、寝たい。寝たいって言いながらデュエルしてるの、マジで末期少女だと思うんだけど俺。末期少女だと思うわ。とりあえずマンジゴットを召喚。ママンジゴットを召喚。ママンジゴットの効果を発動。マンジゴット SR って絶対レアリティおかしいですよね。これコナミに言いたいんだけど、マンジゴット SR は絶対おかしいぞ。マジで。炭治郎で。これは確実に規制前提のレアリティな気がしますけどね。あと好みに言いたいのは、千住ゴッドとソニックバードのあの特設のやつ、あれ消した方がいいですよ。やばい、まあ、でもやばくもねえか、別にそんなにやばくもない。このジジイがいるから俺は死なねえ。なんでそれ、トランスターン、どういうこと。何これ、どういうこと。サイレントソーズマンレベル5レベルアップ、なに。おい、お前なあこれ、おい、お前フォトン詐欺やめろ。やばい、死ぬ。何この最強コンボ、バルキルスのネクロス効果と。やばい、死ぬ。おぶれ、ちょっと待って、魔法カード無効はマジでやばい。ちょっと待って、魔法カード無効やばい、やばい。助けてくれ。うおー、ネクロスの反抗術殺到。うわー、小負けのネクロスの発動。うわー、ちょっと待ってくれ。なんだこの最強デッキ。おい、やめろ
やろう。わあ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、勘弁してくれ、許してくれ、許してくれ、許してくれ、うわあ、うっそ、ここを避けてっけ。